13系防衛圏、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、東雲涼子編。この子も、あんまりよくわからないというか、まあこの子が、この事件の発端、なのかもしれないというところしか、わかってないよね。やっていこうか。はい。まずはプロローグか。東雲涼子編。62年か。先生。東雲君。今日のお話で質問があります。教えてもらえますか？なんだろうな。距離置かれてんな。先生。はあ。学校では接触を避けるよう言ったはずだが、何を聞きたいんだね。先生の気持ちです。先生は私を特別とおっしゃいました。その通り、君は特別だ。私も先生が来た時から感じてたんです。特別な人なんだって、何かが始まるんだって。井田先生。3級の担任に代わって現れた非常勤講師の井田先生。本当は秘密のある不思議な人。秘密？先生、今まで私こういう気持ち知らなかったの。先生のこと思うだけで私。私がどういう立場かは説明の通りだ。確かに私にとって君は、いや、我々にとって君は重要な存在で、搭乗者に選ばれた君たちの保護は作戦の最優先事項だ。わかるだろう。困らせないでくれ、東雲君。あくまで搭乗者として大事にしてるよってことか。東雲君、君は素晴らしい。理解力も適応力も高く、操縦技術も十二分だ。君が加われば奴らに対抗できる。だが最後は君の気持ちが重要だ。勝利を得るには執念深く準備できるものでなければならない。勝利。先週起こった事件でネットは持ちきり、上陸してきた侵略者の群れを謎のロボットが防いだからだ。謎のロボットっていうのは東雲が乗ってるわけではないのか。先生は私をあれに乗せることだけが望みですか？この都市で攻撃を防げなければ世界は滅びると言っていい。先日の初戦では撃退に成功した。市街地の被害も中心部を避けて最小限に抑えられている。だがあの侵攻はまだ本気ではない。本格的な襲来は間もなくだ。おい、どういうことだ？関ヶ原か。 A 君。近づくなって言ったのはあんただろ。なんで涼子先輩につきまとってんだ。関ヶ原君。やめて A 君、私が呼び止めたの。先輩。そういうことです。しかしこれでは目立ってしょうがない。私は行きます。待って。いいよ、私、先生が望むならあれで戦います。いいのですか？決めました。では放課後に落ち合いましょう。作戦会議で詳しい説明をします。待てよ、俺も行く。君も作戦に参加してくれると？ああ、してやるよ。涼子先輩と一緒に行く。実に喜ばしい。それでは放課後に。いいように利用されてるだけかな。いいのよ涼子。
本格進行。エリア B2 松駅町制圧。エリア D7 は第7波残り23。14番が進路を抑え込んだわ。あと少し気を抜かないで。14番機損傷。東雲くん、一旦離脱するんだ。私まだやれます。17番14番を援護して。17番、応答がないわ。森村先生、何か変です。関ヶ原も反応がありません。システムが攻撃されている。どこから？レーザーリンクから侵入されてる。攻撃は15番機からです。関ヶ原君。関ヶ原が各騎兵に発信しています。転送コード設定が間に合いません。そのままやって。確かにリンクは切れる。どこへ出るかわからないぞ。搭乗者の命が優先よ。16、13番転送開始。12番、19番転送。14番も完了だ。あとは反応がない。どうしてこんなことに。怪獣はすぐにここまで来ます。逃げなければ。原因究明は後です。自律型の8番機にアクセスできた。これで時間を稼ぎます。二人はゲートに。井田君、急いでください。私も無駄死には嫌です。先生、行きましょう。滅亡後で年代が変わるのがよくわかんねえな。あ、そうか、飛ばさ…あ、違う。この子たちも奴のせいで。逆だよね。東雲ちゃんが倒れたんだもんね。井田先生は私たちを脱出させるために最後まであの戦場に。あれ、尾形とか調べられんな。違うな、これ飛ばされたのか。ここが奴のアジトというわけか。426は凶悪犯。426前に踏み込むのは危険だ。伊田先生は言っていた。勝利を得るには執念深く準備しなければ。その426ってやつの妨害によってさっき負けたっていうことか。囚人番号426、あいつが未来で収監された時の名だ。時間を移動して我々の邪魔をする。426、ここが奴のアジトというわけか。426は安易に踏み…伊田先生…どうしようか。フェーザー銃、2100年製の銃だ。
いざとなればこれであいつを。426。弾はまだ残ってる。でもここで東雲ちゃんも倒れてたよね。涼子さん、追い詰めたぞ426。報いを受ける時よ。え、関ヶ原が、え、どういうこと。もう逃げられないぞ426。俺が426だと誰から聞いた。アクセス履歴よ関ヶ原へ。あなたが騎兵を狂わせたプログラムは426の ID で作成されていた。マヌケな証拠を残したもんだな。じゃあほ、え、誰を使用していいのか分かんなくなってくるな。あなたの狙いが何なのか、今さらそんなものに興味はないわ。私が許せないのは先生のこと。あなたのせいで伊田先生は。君はまだそんなことを言ってるのか。話はもう終わりよ。近くない？ここで撃ち殺してやる。じゃあ撃てよ。撃ってみろ。ほら。バカにするな。トリガーがロックされてるだろう。俺を撃てないように設定されている。力ずくでだって。その怪我で。それに何をする。やはりからか。もうすぐ薬も切れる。涼子さん、すまない。あなたを救えなくて。救うためにやったこと。トミちゃんの方にも行けるようになったのか。それでトミちゃん編で倒れてたってことか。あれ、トミちゃん編だっけ。トミちゃん編か。思い人を奪われ復讐の鬼と化した東雲涼子。426とおぼしき人物を追い詰めるも激しい頭痛で意識を失ってしまう。ちょっと早いけど。そうだな、ミステリーファイル開けるのはないか。東雲涼子見とくか。これ見て終わろう。東雲涼子は破滅した2064年からやってきた未来人。2064年の戦闘で事件以来記憶は混濁気味。偉大に対する思いの強さを復讐心に変え、執念で事件の犯人を追う。常に薬を飲んでいないと激しい頭痛で意識を失ってしまう。でもそのせいで記憶を失ってる節もあるよね。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。